はいはい、英検準一級その27。はい、やり方が大事。英検二級受かってるんだったら 63% ぐらいで受かるんやから、はい、もう一遍やり直す。英検二級だったら最低 80% 取れるようにやるわけよね。それをやれと。そしたら英検準一級で 45% ぐらいできる。はい。で、この辺になってくると前置詞、プレポジション、プレポジション、ね。これの理解が必要。おさるイングリッシュ、おさるイングリッシュ、貼り付けてある、キャットイングリッシュに貼り付けてある、おさるイングリッシュ、前置詞、前置詞、前置詞。短い文でからそのイメージを、イメージを頭に叩こう。それから語根、語根、語源っていうか語根に注意する。説答字、前とは限らんね。うん。前や後ろ、less, less, tail less, 尻尾がない、尻尾がない。tadpole, tadpole は最初、尻尾がありますが、生態になってくると、だんだん生態感情からね、なってきたら、尻尾が取れてカエルになるんですよ。あ、そうか。そういう話か。うん。で、ビクトリーの同意語は T、ビクトリー、ビクトリー。サインは V、ビクトリー。トライアンフ、トライアングル、TRI、3を表す。なぜか、はい、日本でも、勝利の勝ち時、A、A、O、A、A、O が3つや。A、A、O、A、O だとなんか物足りない。A、A、O。英語でもそう。勝ち時は。だから、triumph、triumph、triumph。victory、同意語、シナニム、triumph、triumph、triumph。うん。fusion, F-U-S-I-O-N, fusion. 日本語で言うと、ヒューズが飛んだ、ヒューズが飛んだ、フューズが飛んだ、ブレーカーが飛んだ、ブレーカーが飛んだ、ブレーカーがオフになった。オフになったってことね。ニュークリアフュージョン、ニュークリアフュージョン。核融合、核融合、核融合。こういう技術はまだできていない。そうか。私はアメリカに留学して初めて覚えた単語、骨折、フラクチャー、フラクチャー、F-R-A-C-T-U-R-E、フラクチャー、フラクチャー、フラクチャー。もう全身フラクチャー、骨折、障害が残った。福知山線。JR 西日本の福知山脱線事故で私は2両目にいた、1両目にいた。知り合いがみんな死んでしまった。事故、ディザスター、災害、猫猫、キャタストロフィー、大災害、怖いですね。ダイアウト、アウト強め、スピークアウト、スピークアップ、ダイアウト、ダイアウト。うん。他に死ぬ、perish、perish、p-e-r-i-s-h、perish。The government of the people, by the people, for the people, shall not perish。二人称、三人称、プラス、shall。だから、人民の、あるいは訳として、民衆の、民衆による、民衆のための政治は、絶対、政府は、絶対滅亡させないぞ。和者の意思を示す、うん、古い用法だけど、フラクチャー、フラクチャー、わかる？チュア、ベンチャー、The Adventure of Superman、スーパーマン、アドベンチャー、ベンチャー、ビジネス、ビジネス、デンチャー、デンチャー、そういれば、デンチャー、デンチャー、歯、歯、虫歯、バッドティース、バッドトゥース、どういう
それはキャビティ、キャビティ、CAVITY、キャビティ、ケイブ、ケイブ、洞窟、洞窟探検。わかりますか？ホームでは暴れるな、騒ぐな、走り回るな、子供へのしつけ、ディスプリン、ディスプリン、ディスプリンね、ディスプリン、しつけ、漢字書けるか、読めるか、ディスプリン、ホーム、プラットフォーム、プラットフォーム、家じゃない、わかりますか？そこからやり直せ、グッドラック。